スカイピーです。イエス。ということで、この BGM の通り沖縄に来てるんですけど、そしてこの独特な鼻のでっかい生き物、今回はですね、はい、こちら沖縄物産のお店、お互いが相手にプレゼントするものを選んで買う。ボケなし、それともなんかもう本当に喜べるやつ。いやもう喜んでほしい。もし来れなかったらこれ買ってってあげて。そうね、風強いね。とりあえず計1万のお土産買っていくんで、はい、中入って、はい、お互いがもう別別構造です、ここからは。はい、じゃあお土産買っていきやしょ。シッシ、何にしようかな。彼は本当に靴下がもうやばいんですよ。異次元を超えた汚さしてるんで、彼の靴下を買ってあげたら喜ぶんじゃないかなって思うんです。靴下ってどこにある？あ、もう全然大丈夫です。あ、もう全然大丈夫です。ありがとうございます。こういうのはちょっとおしゃれなんですね。何しよっかな。沖縄と言ったらでも紅芋がすんごい多し、こんな中テオくんが好きなものといえば荒野行動だね。荒野行動の銃弾とかあれば喜ぶんだけど、ないから美容のやつ、これシーサーマスク取ってインスタとかに上げてもらえたらもう超ハッピーだよ。めっちゃいいの見つけたよ。めっちゃいいの見つけたよ。これ5000円とか言いつつもちょっと奮発して自腹で出そうかな。13万5000円自腹で出したらこれ買える。勝ちですよ。もう見ないでくださいよ。見ましたよ今。ちょっとちっちゃいんだよな。ちっちゃすぎるんだよな。喜んでくれるといいな。でね、彼はね、珍しいものがあるとすぐ食いつくんですよ。こちら、先生、人参サイダー。何これって言うから。こちらディズニー開催、沖縄の三味線や太鼓などでディズニーの世界観と沖縄の海や風を感じられる。これいいね。あ、すっげえ、すっげえの向けた。クリッツ取ると喜んでくれるといいな。おっと、値段を忘れてしまった。まあ、お土産は値段じゃないんで気にせずに行きましょう。でもこういう置物はやっぱいいな。シガントって何？シガントは石岩灯などの文字が含まれた魔除けの岩灯や。あー、なるほどね。なるほどね。なるほどね。食べ物も欲しいよな。うわ、これでも人炭っぽいんだよな。予算オーバーだ。値段じゃないんで、お土産は。これ絶対でしょ。これ絶対絶対これ。よし、オッケー。これで会計いきます。僕はお会計にしてきます。シシ、お待たせいたしました。ありがとうございます。どうも、どうも、どうも。シシ、はい、ということで帰ってきましたね。沖縄楽しかったね。楽しかったね。じゃあ紹介していきましょうか。紹介していきましょう。シシ、もう紹介するだけですけどね。これからでいいですか。いいよ。シシ、これね、もうね、これ相方愛が出るかなって思いますね。まず一品目、紅芋のプリン。うわー、美味しそう。東京にはない新しい味。次はこちら、人参サイダーですね。うさぎだ。見たこともないやつ。興味津々でしょ。津々よ。新しい世界、分かってるね。ようこそ。うわー、楽しみ。飲むのが梅ぶどう。うわー、俺大好き。梅ぶどうはやっぱりね、沖縄行ったらね、これを買ってきますよ、俺は。ミノ君はもう誰に問わず梅ぶどう買ってきますよと。美味しいよね、これね、めっちゃ。うわー、出ました T シャツですね。出ました。 T シャツ高いんじゃないの。結構ここにウミンチュって書いてあるんですね。ウミンチュマイブレインって書いてある。ウミンチュマイブレイン。やっぱりね、T シャツっていうのは使えるんですよ。パジャマだし、シックにもできるし、シックにもできる。そしてね、ちょっとおしゃれなんですね、これも。なんかさ、後ろにウミンチュって書いてあったら、ダサいじゃん、あれ。沖縄に謝れ。もう買ってきました、ね。ありがとう。ボケないやん。ボケなしって。そしてね、これですね、最後。出ました。靴下。ジンダン、靴下少ないんだよ。いや、だとしてもサイズちっちゃすぎなんだよ。キッズだ。今うわ、子供用しかなくてです。あ、もう全然大丈夫です。まあでもいつも旅行行ってる時にさ、俺に靴下買ってくれるからって言って、ちっちゃいやつね。しかもちっちゃいやつ、すごい嬉しい。以上です。ありがとう。いえいえ。じゃあ私が、はい、ご紹介いたします。シシ、こちら沖縄といったら紅芋ミルクマン。タルトとかだったら割と食べたことある。確かに。でもミルクマンマンってなんかさ、食べないじゃん。エロいしね、なんかエロいね。ミルクマンしっとり濃厚な紅芋を包んだって。
お風呂よく使ってるじゃないですか。お風呂大好きよ。なんだ、いろんな種類の浴剤ですね。お風呂から出た後はうわーシーザーマスクって言ってね。シーザーインスタ映えもするよ。シーザーじゃなくてシーザーもシーザーしかもこれ面白いじゃないですか、このパックきっと面白くないよ。あれあれ受けない、あんまり意外とインスタとか上げてくれるかなと思ったんだけど意外と。あ、もう全然上げる。あ、全然上げる。ありがとうございます。まだあ、まだある。こちらディズニーの沖縄のアレンジされたものです。うわぁと、あ、最後になります。やっぱりいつまでも俺元気でいてほしい。うわそういう意味を込めて。あ、泣いちゃうの。これすっぽんラブリードリンクですね。何それ。すっぽんエキスで、これいつまでも元気、元気なすっぽんエキスが入ってるね。元気でチュラカーギーシッシッ。これが以上でございます。いやー、いいね。予想以上。ちょっとこの飲んでみて。飲んでサイダー。危険サイダー。ちょっと飲んでみようかな。匂いはね、もうね。わかる。人参だ。甘さのない感じ。じゃあこれもいっちゃおう。お、いいっすね。匂い激悪。ああ。民泊した時の古い家。畳の匂い、畳、押し入れだから畳の匂い。古い匂い。一緒にいただきましょうか。ありがとうございます。乾杯。はい、はい、はい。ええ、怖っ。怖っ。ちょっと舐めてみてよ。へえ。聞こえてた。あ、あ、まずこれまずここまで見てくれてありがとう。はい、さーい。沖縄のお土産1万円客でした。いやにしても1万円ってすごいね。結構買えちゃうのね。でもやっぱ沖縄のいいところだわ。やっぱまた行きたいです。明日のスカイプ室はめっちゃ頭使ったシンプルな遊びします。それでは楽しみに。ピース。